ここはね、オグリキャップの聖地、笠松競馬です。笠松競馬といえばね、ちょっとした事件もあったんですけど、こう今厩舎地区になってます。その厩舎地区である証拠がこれですね。馬通行注意で、あちらにも馬横断注意というのが見えますかね。ありますね。でこの屋根が見えるのはそれぞれ厩舎です。そこね、今電車走ってるんですけど、電車がこれで、電車の、ね、音もね、間近にある厩舎地区ということで、おそらく他の県にはないんじゃないですかね。競馬場の真隣も、名鉄名古屋鉄道が走っていて、厩舎地区の方にはなんと JR が走っていると。ここにもありますね。馬通行注意。ここで日々、今誰もいないですけどね、そこに屋根になってるのが馬小屋ですね、厩舎。こうやって普通にね、一般の方の生活地帯の中にあるわけなんでね、厩舎が緑に囲まれて、朝はここをね、馬が通って、調教していると。今ね、お昼の1時10分なんでね、さすがに馬はうろうろしてないですけど、厩舎ですね。ちょっと行ってみましょうか。こっち、馬いますね。馬の香りもします。馬いますね。見えますかね。ちょっと見えないかな。馬いるんですよ、ここに。この目の前、この斜めになったのが馬の首ですね、ちょうど。お馬さん、お馬さん、ちょっと顔見えないですけどね。そこに、ここに今ちょうど馬がいるんですよ、ここに。で、この斜めになったらちょっと首っすね、馬の首筋。こっち向くかな。あ、こっち向いた。お馬さん出てくれた、ありがとう。いつも走ってるんだよね、こうやって。